インディアナはアメリカが州国ペンシルベニア州西部のインディアナ軍のボロであり、同軍の軍長所在地である。2010年の国勢調査での人口は13,975人だった。2013年からピッツバーグ大都市圏に属している。昔からピッツバーグメディア市場には属していた。インディアナ軍のみで構成するインディアナ小都市圏の主要都市でもある。 インディアナボロとその地域は全体としてここで全米クリスマスツリー生育者協会が設立されたので世界のクリスマスツリー首都を標榜している地域には現在も非常に多くのクリスマスツリー農場がある。インディアナで最大の雇用主はペンシルベニア州立大学インディアナ校であり州内高等教育システム14校の中でも最大である。 1874年から1946年、インディアナで新聞、インディアナウィークリーメッセンジャーが発刊されていた。インディアナ中心外歴史地区は1993年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。他にもブリーズデール、バッファロー、ロチェスターピッツバーグ鉄道インディアナ旅客駅、サイラス・エム・クラーク邸、グラフのマーケット、ジェームズ・ミッチェル邸。 旧インディアナ軍庁舎、インディアナボロ1912年行政ビル、インディアナ武器コ、旧インディアナ軍監獄と保安官事務所、ジョン・サットン・ホールが指定されている。長い間、町の主要産業は、石炭の採掘だったが、20世紀の後半に炭鉱が閉鎖されていくと、地域は経済的な困難さを味わうようになった。天然ガスの探索と採掘がいくらか景気を、 回復させ、アメリカ合衆国でも、最大の民間掘作会社、SW ジャックドリリング会社がインディアナにある。町の一員として、他にも多くの生産やサービスの会社があり、s t バンコープインクファーストコモンウェルスフィナンシャルコーポレーション、シューピアニアウェルサービスインク等が著名であり、町の大きさを考えると、特徴的である。 国内最大級の独立系保険会社、レシニーグループは、1938年に、国内初の女性保険エージェント、ローズ・レシニーによって始められた。町の南部の大きな部分と大学に接している部分は、コバルチクサルベージ会社が占めている。この土地を近年、大学が購入し、町の中で最大の目障りと考えられるものの一部を活性化させる計画がある。 コバルチクは大量の鉄道廃棄物とアルミニウムを持っている。2008年12月時点でコバルチクサルベージ会社が保有する廃棄物の約50%は処分されるか移動され、公衆の目には入らなくなった。ジェームズ・スチュアート俳優のジェームズ・スチュアートはインディアナで生まれ育った。7番通り来た104が生誕場所だった。 高校を卒業した時に土地を離れたという事実があるにもかかわらず、町は常にその経歴を追っており、地元新聞は、スチュアートの晩年に町に帰ってきて住みたいと考えているという噂を定期的に掲載していた。1983年5月20日、スチュアートは町から75歳の誕生日を祝われた。スチュアートが死ぬ前に、その記憶のために、 地元公共図書館の3階に博物館が開設され、その75歳誕生日に、軍庁舎に、聖堂成長像が建立された。町は毎年、It's a Wonderful Life 祝日の一部として、ジェームズ・スチュアート映画祭を開催している。20世紀の最も著名であり、悪名も得た、環境問題作家のエドワード・アビーは、インディアナ病院で生まれ、インディアナとインディアナ軍のソルツバーグ、 他のマ、ホームといった街や村で育った。アビーの最初の小説、ジョナサントロイはその全体がインディアナを思わせる街が舞台であり、また自分で傑作と呼ぶ小説、ザ・フールズ・プログレスは、この地域で育ったアビーの自助伝であり、南西部の砂漠で、障害の多くを過ごした後で故郷に戻りたいと考えていることを示していた。ノンフィクションのアパラチアン・ウィルダネスは、 インディアナと故郷を愛情を持って表現している。アビーの記事には、ペンシルベニア州の歴史標識が立てられている。インディアナは、北緯40度37分16秒整形79度9分18秒、北緯40.62111度整形79.15500度、40.62111-1-79.15500に位置している。ボロの周りは、 ホワイトタウンシップが囲む独立した自治体である。1990年代にボロとタウンシップを合併させる話があったが実現はしなかった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば領域全面積は1.8平方マイルであり、すべて陸地である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ペンシルベニア州立大学インディアナ校のサットンホールペンシルベニア州立大学インディアナ校は1875年に設立された公立大学である。100以上の専攻があり、州立大学システムの中で唯一博士課程がある。幼稚園から12年生の公共教育は、インディアナ地域教育学区が小学校4校、ジュニア高校1校、高校1校を管轄しており、 その品質を認証されている。カトリック系列では、セントバーナード学校が幼稚園前から6年生を教えている。他の宗派もいくつかの学校を運営している。インディアナには週7日発行される新聞、インディアナガゼットがある。元はインディアナイブニングガゼットだった。インディアナ軍はニールソンの定義するピッツバーグメディア市場の一部と考えられるが、住人の多くは、 ジョンズタウンテレビ局を見ている。ありがとうございます。